小杉天外から1952年9月1日は日本の小説家、では国戦牧軍六号村生まれ、本名、田目倉。父、小杉豊治は、宇ご国六号で油絞り、醤油醸造、五福、古着の店を経営していたが、母親戦争では、有志隊を組織し、一族の辻辰之助と共に、勤農軍を支援した。天外はその長男として生まれ、 少年時代は、漢学者、岩谷潤太郎に学び、対局の岡田義成の塾で英語などを学んだ。1886年に、東京に出て、イギリス法律学校と国民英学会に通う。この後一旦帰郷して、政治決社情報クラブに関わった。はじめ政治家を志したが文学に転校し、斉藤緑雲に支持した。 東洋市伝などの政治小説を書き、1895年から、奇病、改良若との外脇きで、風刺作家として高い評価を得た。1897年には、後藤中外と共に、定友文社を組織し、新著月刊発行に参加、小説執筆のほか、千流欄の選者を務めたが、この欄への小崎紅葉の投稿が原因で紅葉と、疎遠になった。 1900年に発表した初姿はエミールゾラの影響を受けたことで注目され、1902年の流行り歌は人妻の貫通などを描いて初期ゾライズム自然主義の先駆けとされた。小崎紅葉なき後の1903年、読売新聞に連載した青春小説魔風恋風が連載190回の人気となって、このために、 新聞の再版を出すといった陳時さえ起こっている。一方では、激しい非難もあり、陰刀文学という言葉も作られるほどであった。これにより、流行作家となり、拳、長者性などを書くが、1907年以降、大衆作家としての展開は、文壇の中心から遠ざかった。しかし、1948年日本、芸術委員会員となって、長命を保ち、 1952年9月1日、老衰による微粛人のため、神奈川県鎌倉市の自宅にて死去した。芸術の美の人を感じせしむるや、よろしく自然の現象の人の感能に、諸クルルがごとくなるべし、自然は自然である。善でもない、悪でもない、美でもない、衆でもない、ただある時代の、ある国の、ある人が、自然の一角を捉えて、勝手に、 善悪美衆の名を付けるのだ。小説、または、爽快の自然である。善悪美衆の塾に対しても、ジョすべし、あるいはジョすべからずと、規範せられる理屈はない。という語は、フランス自然主義思想の日本の作家への影響の最初の表現として知られるが、エミール・ゾラの医学的見地に基づく小説の構成といった方法には到達し得なかったとも、評される。 魔風恋風は戦後岩波文庫に入り、一旦絶版となったが、本田和子が女学生の系譜で論じてより、明治の女学生を論じる際の定番テクストとなった。ありがとうございます。